大阪から距離にいたしまして、1464キロ余りのご旅行大変お疲れ様でした。東海道本線から始まり、北陸本線、奥羽本線、津軽海峡線、函館本線、千歳線などを含めまして、12セットを通り、日本海津軽海峡、太平洋を望みながら、通りないとのご旅行いかがでしたでしょうか。およそ6分で、次は終着札幌到着でございます。札幌折口右側3番線到着です。本日は国際線の風規制、また江差線の信号トラブルの影響によりまして約1時間と1分遅れでの到着でございます。列車遅れましたことをお詫び申し上げます。それでは札幌からお乗り換えの列車ご案内申し上げます。岩見沢行きの普通列車7番線から11時3分、岩見沢行き7番線から11時3分、岩見沢滝川深川方面旭川行きの L 特急スーパーカムイ15号5番線から11時ちょうど、旭川行き L 特急スーパーカムイ15号5番線から11時ちょうど、星見行きの普通列車1番線から11時5分、星見行き1番線から11時5分、小樽行きの快速、区間快速石狩ライナー2番線から11時ちょうど、小樽行き区間快速石狩ライナー2番線から11時ちょうど、学園都市線の北海道医療大学行きは10番線から11時ちょうど、北海道医療大学行き10番線から11時ちょうどの連絡です。札幌到着後回送列車となります。どうぞお忘れ物なさいませんようご注意ください。今日は寝台特急トワイライトエクスプレスご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終着札幌到着でございます。乗車いただきましてありがとうございました。トワイライトエクスプレスの旅をご満喫していただけましたでしょうか。まもなく札幌に到着いたします。